ジェミニ1号は、ジェミニ計画の一環として、1964年4月に打ち上げられたアメリカ航空宇宙局の宇宙船。友人のジェミニ宇宙船の初号機であり、試験として無人で打ち上げられた。宇宙開発競争の中、アメリカ合衆国は、マーキュリー計画に続く、友人宇宙飛行計画として、ジェミニ計画を推進していた。ジェミニ宇宙船は、 二人乗りの新型であり、新たな打ち上げロケットに選定されたタイタンツー g l v との整合性試験や通信、追跡システムを含む各種試験のための無人試験機がジェミニー1号の目的であった。計画では軌道を3周するのみであり、ロケット第2弾からは切り離されず、回収予定もなかった。ジェミニー1号には生命維持装置は取り付けられておらず、代わりに、 バラストが搭載された。耐熱シールドについては、大きな穴が4箇所に開けられており、大気検査突入に際し、機体が燃え尽きるようにされていた。機内には遠隔測定装置が取り付けられ、気圧、振動、加速度、温度などの計測を行っていた。打ち上げロケットのタイタン 2GLV は、アメリカ空軍が開発完了したばかりの大陸間弾道ミサイル。 タイタン2を転用したものであり、まだ信頼性は低く、試験中に配線のショート箇所が発見されるなど、いくつかの問題が発生していた。ジェミニー1号の打ち上げジェミニー1号の打ち上げは1964年4月8日に、ケープカナベラル空軍基地 LC-19 発射台より行われた。第1弾は打ち上げから2分半後、高度6 4トル。 距離9 1トルの地点で切り離された。この直後、約3秒間の通信途絶があったが、これは第2弾の点火に際して、機体周辺の大気が異音化したためであり、以降、ジェミニ計画のロケットでも観測された。打ち上げ5分半後に軌道に到達した。予定では、遠地点2 9 9トルであったが、速度が速すぎて、 遠地点3 2 0トルの軌道となった。軌道を参集し、所定の試験は終了した。再突入のための逆噴射計画はなく、ジェミニー1号は第2弾を取り付けたまま3日後も軌道上にあった。有人宇宙飛行ネットワークに追跡されており、大気抵抗により軌道が低下、4月12日に南大西洋上に落下した。 アメリカ国防総省もジェミニー1号の支援についており、人員5176名と航空機11機、艦艇3隻が投入された。ありがとうございます。